ください。八神さん。押し切り。オーナー行くで。なあ、おい、押し切り？ぶっ壊せ。マジで？剣矢！いや、なあ。ぶっ壊せ。一丁やるか。壊したれ。おい、攻めろ。Take us!
ぶっ壊せ。なあ、ボクシングで全力で俺にかかってこい。すまん。見ろ。
らせ。じゃあ、ケンヤ、ボクシングって、格闘技って、こんなに楽しいもんやったんやな。なんで気づかへんかったんやろ。押し切り。おう。なあ。感謝する。ああ。八神。よすまん。だと？あ？おい、うん、押し切り。せやな。
こりゃ面白い喧嘩だ。すぐに終わらしちまうのはもったいねえな。なんや、本田藩。もう始まっとるやないか。わしのこと、待っててくれへんかったんかい。久しぶりやな、ケンヤ。えらい探したで。母ちゃんと突然逃げ寄って、ほんまびっくりした。スキリ！おっと、八神さんには俺の相手してもらうぜ。向こうは今しつけの真っ最中みたいだからな。お前、なんで押し切り不動なんかと。不動さん、俺がやってる格闘大会で賢也君が優勝した話聞いたらしくてな、遊びに来たんだよ。ついでに大会にエントリーしてくれたんだが、あのおっさんめちゃくちゃ強くてな、近江連合が解散しちまってちょうど暇だったみたいだし、新京浜同盟にスカウトしたってわけだ。さて、おしゃべりはここまでだ。八神さん、喧嘩しようぜ。ケンヤ、お前にはたっぷりお仕置きせなあかんな。二度とわしから逃げようやなんて思わんように。うせろ！今さら親父面するんじゃねえ！ああ？なんやお前。こっち来て友達ができたみたいやな、ケンヤ。てめえ！よそ見してんじゃねえぞ！くっ！お？全然あかんな。おやじ。ケンヤ。わしと来い。わしは新京浜同盟のケツ持ちになる。お前はわしを手伝うんだ。東条会も近江連合もなくなってもうたからな。わしらには帰る場所が必要やろ。お前はわしには逆らえへん。勝てへん。ボクシングなんか習っても無駄や。だがわしと一緒に来ればお前は裏社会で活躍できる。せやから剣や、わしと一緒に来い。お前の力、有効活用するんや。ケンヤ！ダメ！あなたじゃ無理！ケンヤ、ダメだ。行くんじゃねえ。全部、奪われちまうぞ。お前がここで築き上げてきたもの全部。せっかく、八神のおかげで死ぬことができたんだろう。人を壊すためではない、力の使い方を。スポーツとしてのボクシングの楽しさを。おっちゃん。だっとれ！おっちゃん！押し切り、とどろきの言う通りだ。このままじゃお前は一生親父の道具にされちまうぞ。そんなんでいいのかよ。
自由を勝ち取るはずだったんだろ。ボクシングもっとやりてんだろ。ボクシング、まさか俺に逆らう気ちゃうやろな。親父、あんたにはついていかん。あんたとは一緒にいかん。もう何も奪わせへん。あんたなんかには奪わせへんわ。いっぺん死なな、わからんようやな。離せ。押し切り、行けるか。ああ、もう逃げん。俺にはボクシングがある。よし、行くぞ押し切り。ああ、2対2か、それも悪くねえ。しゃあない、ひとまずおとなしゅうなるまで芝居たるか。知らんわ、そんなもん。そんな脅しもう聞かんわ。何やと。押し切り不動、あんたは息子を恐怖で縛りつけてきたんだろ。あんたに逆らうことがないようにな。だがこいつは強くなった。もうあんたのことなんか怖くないようだぜ。せやな、やってみたら意外とちょろかった。こんなクソガキが！
いや、ボクシングや。何？俺にはボクシングがある。だからあんたに教わった人をぶっ壊すための技術なんてもう必要あらへん。積み乗りやって死ね。親父、二度と俺の前に姿を見せんといてくれ。撤退だ。ありがとう。ああ。玄也。おう？玄也。これはプロボクサー新人テスト申請書。来月貴様は17歳になる。プロライセンスのテストを受けられる年だ。俺の押印はしておいた。お前にその気があるなら受けてみないか。おっちゃん、ええか、俺なんかがプロになって。ああ、貴様は自分の中の恐怖と衝動を克服した。貴様はもう自由。羽ばたけ、プロの世界に。ああ、おっちゃん、俺ボクサーになるわ。